はい、コナンです。妖怪ウォッチプリプにやっていきたいと思います。来ましたね、鬼桜満開キャンペーンということで、貴族3体復刻、しかもガチャスタンプ付きで出現率アップということで、ラストチャンスと合わせてきました。事前のリーク情報通りというところでしょうか。キャンペーン 1,2,3 まであります。これはちょっと持っていなくて欲しいっていう人はちょっとね、狙いどころかもしれません。期間は15日まで、ラストまでということで、まあ3日間ねあります。そしてイベント限定の妖怪の、ね、出現率アップ、まあこれはラストチャンス、いつものやつでしょう。そして復刻、この3体のキャラはね、まあ特殊能力持ちってのもあるんだけど、それを除いてもですね、非常に使えるキャラ。そしてありました、ガチャスタンプ、問題のガチャスタンプ。今回は大盤振る舞いで3回目と5回目にですね、ランク SSS 以上1体確定枠があります。これはちょっといつもより確率倍じゃないか。ただしちょっと注意しないといけないのは、今回ねキャラが多いです。8体ということで、いつもね4体ぐらいとかね、3体から1体だったんですけども、今回は8体なんで8分の1だよね、多分ね8分の1ですね。そして超アップは 0.7% 鬼覚醒、ちょっと厳しい感じはする。その他は 0.6%、 これもちょっと厳しい。だから結局はあの3回目と5回目ここで狙っていくという感じにはなるのか。さあ問題のその確定枠なんですけども、ランク Z25%、 今回はですね全て均等で 12.5% ずつですね、8体。これがいいのか悪いのかだよね。 12.5% って結構出ないからね。だからほぼほぼ持っていないっていう人は狙いどころなんだけど、まあ、僕はほぼほぼ逆に持ってるんで、ここ回す意味がないんですよね。今日はですね、まあ、僕持ってるんで、そのキャラがおはじきバトルで特殊能力分ね、これがどれぐらいねこのアップしてない時からアップするのかとかね、あと通常の使い方確認していきます。で今回ねそのダメージアップは主家が活躍度中でキグマと一緒、そして幻刀白秋が勝ということなんで、まあ注目はこの主家だよね。しかもプリチー族なんで種族相性的にも有利。さあ早速ね使っていきましょうか。パーティーなんですけども、この主家ね、フクロウとのおはじきバトルでダメージアップ、そして使うたびにダメージアップ、必殺技はね千本鬼桜 G まで打てます。そしてスキルが必殺技を使った後に技ゲージが少し残る 26%、 これもなかなかね優秀です。そして白秋スコアアップ、普通にねスコアアップは使える。そしてスキルがねスコアタでボーナスつきます。イベント時はつきません。で幻刀ですね、大量プニ消し、そしてスキルが自身の妖怪プニの代わりにボーナス玉が降ってくる。面白いよね。そしてキグマ、これはまあ今まで通りですね、比較のためにね入れました。そして覚醒エンマはね全ての種族効果アップなんで、まあワンチャン入れるとねダメージ上がりそう。さあこんなパーティーでねちょっとダメージチェックしていきます。さあ右側にですね、このアップしていない時のねダメージ出します。それと比較していきます。でちょっとプニの配置によってダメージ変わるんで、初期値ですね、初期値で見ると特大じゃねえか、だいぶアップしてるぞ。これはやばいね、2倍3倍どころじゃない、これはやばい、相当ダメージも出る。そしてまあこの小アップ活躍度小でもかなり出てるね。まあ持っていない方はワンチャンあるぐらいの、もう何倍って出てるからね。これはかなりいける。キグマよりもいいんじゃね。主家に関してはねもちろんランク Z なんで。そして相変わらず強いキグマ、2200、これちょっとトータルダメージ今までね全然出ませんでしたけども、まあ、3000とかねそれぐらいしかいかなかったんだけど、これはちょっと一気に
一気になんか簡単になるぞ。イベント、おはじきっていつもそうなんだけど、イベント終盤がさ、すごくチャンスだよね。だから追い上げのチャンスがある。まあラスト3日あるしね、ラストチャンスといえども。さあトータルダメージ1万超えますね。やばい、やばいぞ、これはやばいぞ。そして84ポイント。さあ次にですね、ちょっとパーティー変えます。ちょっと主家が強かったんで、主家にプリチの種族効果、これがねモリモリ乗るパーティーでやっていきましょうか。種族効果アップのねスキルを持ったキャラをね入れました。だからプリチの種族効果アップ 63% です。これでどうだ。さあ配置微妙だけどミッションついて4700、やべえな4700、一発で4000超えです。これはなんかすごく強いぞ。だから主家を軸にしたパーティーもねありのような感じ。これは結構後半 Y ポイントも稼げる。次のイベントに備えて Y ポイント稼ぎ時だぞ。さあまたねちょっとパーティー変えてみます。キグマとシュカの2種族の場合のね編成パーティーやっていきましょうか。今回豪傑、白州がね豪傑なんで、白州入れるのはありかなっていう気がする。ただ幻冬はね勇ましなんで種族効果がね弱まるんで、だからこのシュカとキグマがね活躍度大なんで、そこに種族効果がもろに乗っかるようなパーティーにしました。これも結構出るんじゃない。だからシュカとキグマ持っている人はまあこんなパーティーね、まああと白州ね持っている人はこんなパーティーもありかなと思います。まああとはね自分でいろいろ編成して試しながらね、一番ダメージの出るパーティーでやるといいんじゃないかと思います。白州も1078、まあ、白州もね種族効果なあの 27% つくと結構出る。そして吹雪ちゃんはまあ種族効果要因で入れましたけども、特に特殊能力はありません。564、まあそれでも結構いくね。さあそして覚醒エンマ、だからプリチー族はダメージが出やすいね。さあこれでトータルダメージは、ちょっとミッションのありなしによってもねちょっと変わるんですけども、それでも7400いいんじゃないの。そして74ポイント。さあ次はね Y ポイント稼ぐパーティーで暴走カイラ入れます。暴走カイラ入れる場合はまあこんなパーティーかな。まあキグマとシュカ、そして白州入れました。この3体が特殊能力持ち。さあキグマにミッションついてきました、まあ、ミッションのねあるなしでねだいぶ変わります。さあどうだ、ミッションクリア3027。さあそしてシュカ、ここはミッションなしです。ミッションなくてもね普通に強い、ランク Z だからね。そしてこのギミックがかっこいい。さあどうだ、2500いいんじゃないの。そして暴走カイラ、暴走カイラはねダブルゼータなんだけど、まあ、特に特殊能力もないのでそんなにね思ったほどダメージ出ません。356。そして白州にミッションが来た。そしてこれは一番ダメージの出るまっすぐパターン。おお伸びる伸びる、おっ3500、やべえな、相当いくね。これは Y ポイント稼ぎも後半いいんじゃないの。まあ課金できるっていう人はこの後半はちょっと元気ドリンク課金して Y ポイント稼ぐっていうのもまあそのままね Y ポイント買うよりはねだいぶ安く Y ポイントが稼げるんじゃないかと思います。まあ運営の思うツボだけどね。さあこれでトータルダメージは9900、まあ1万近くいくといいんじゃないの。そして118ポイント。効率はいいよね。さあそれではね、暴走カイラでこの主家使っていきましょうか。
さあ今回ねスコアアップのね拍手も入れてみました。これあるとさ多分ワイマネーもね結構稼げると思います。だから今回ガチャからねこの拍手そして主化ゲットできた人はグッドです。まあ幻冬はねまあ必殺技とか見てもそんなに他のキャラでも結構代用が効くのでまあまあっていう感じ。この3今回のねこの追加3体の中ではやっぱり当たりはねこの主化そして拍手でしょう。さあまずね技ゲージ貯めていきます。そしてフィーバータイム中にねぶっ放していきます。さあ行きましょうか。さあまずね攻撃力アップしておきいの鬼覚醒そしてスコアアップいきます。スコアアップね拍手倍率かなり高いんですよ。さすが SSS ランク。そして主化ですね。さあフィニッシュワンフィーバーで107万。さあこれで1168Y マネー。まあ Y マネーいいんじゃないの。